健太のハイレゾ入門。さあ、ここからですね、マスタリングエンジニアの袴田さんをお迎えして、いろいろ細かいことを伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。はいはい、よろしくお願いいたします。僕ね、昔から結構いろんなマスタリングエンジニアの人とか、まあ、もちろんミックスの方の人とかもこう、お仕事してきたんですけども、皆さんね、特に CD 時代に入ってから、スタジオでせっかくこう24ビットとか、いい状態で撮った音をね、なんでこれ16ビットとかにしなくちゃいけないんだと言って、すごいフラストレーションを感じてらっしゃる人がね、結構エンジニアの人多かったんですけど、いや、まあその辺は正直僕らも CD が悪いとは言えないですけどね、それぞれの音色っていうのはあるので、決してそのハイレゾに比べて CD が間違ってるっていう感覚は全くなく、あとそれからCD を作ってた時代っていうのも非常に長いものですから、そこで蓄えられたその蓄積されたその技術とかノウハウっていうのがたくさんあって、元のそのハイスペックな情報量のあるものよりもよく聞かせようっていうことをずっとやってたわけですよ。だまあ今になって言えばそれはあくまでそのバーチャルの世界であったりして、ある意味そのごまかしてるっていう言い方になっちゃうんでしょうけども、あ、まあ、でも初期のね、そう CD ができ始めの頃のデジタルマスタリングと、はい、やっぱりもうその後ずっとこう経ってからの21世紀入ってからの CD のマスタリングもまるで違うじゃないですか、その太さとか、はい、豊かさっていうかね、やっぱすごいこう技術の進展がありましたよね、そこではね。でもそこででもハイレゾというその、まあ形式自体をねぐんとこう広げちゃったような入れ物ができると、はい、まるで違ってきますよね。まるで違いますね。そう言ってしまいましたけど、CD 作る時も正直残念なところいっぱいあります。はい、やっぱりCD を作る時に僕らなんで頑張ってるかっていうと、やっぱ元の音よりも元の音に近づける、それから元の音よりもよく聞かせたいっていう気持ちはあるんですけども、やっぱそれは元にはかなわないのは当然であって。非常に CD にしてから残念な部分っていうのはあります。で、元の音をそのままやっぱお客さんに伝えられるようになったっていうのは非常に素晴らしいことだなと思ってますね。逆に言うと苦労なくなっちゃうみたいなところがあるんですか？これはこれでやっぱり新しい苦労がまた、出てきますね。音の大きさが大きくなった分、やっぱり耳を聞かなきゃいけないところがたくさん出てきますので、その辺は、今はその単純にハイレゾは、マスターをそのままハイレゾ化しましょうみたいな作品が多いですけども、これが、一般的になって、アルバムも通常、普通にそのハイレゾで販売されるようになってきたら、やっぱり僕らも今までと同じように、CD のように仕事としてはやる。もうレコーディングの段階からそのハイレゾで、配信されることを前提としてレコーディングされてくればまた別の苦労が出てくるわけですよね。でもすごい音ができそうですね、そうなってくるとね。そうですね。